どうも、おはようです。今日はですね、こちらのマイクですね。こちら、手話の MV7 の、マイクなんですけど、2020年のね、11月2日に発売された、もう最近本当に発売されたばかりのマイクなんですが、こちらね、ちょっと手話さんにご提供いただいたので紹介していきたいと思います。これですね、XLR 端子ですね、と USB 端子、両方対応していて、Mac も Windows も利用できるということで、結構利便性が高いマイクとなってます。ということでね、早速開封していきたいと思います。これがまあ中身なんですけど、左側からね、マイク本体 MV7 なんですけど、まあ結構コンパクトですね。で、ここにケーブル2つあるんですけど、こっちがですね、USB の Type-C とマイクロ USB になっていて、このもう一つのケーブルがですね、USB Type-A とマイクロ USB になってますね。このね、Type-C のね、ケーブルもついてるんで、MacBook とかでもさっと挿して使うことができますね。で、こちら変換のネジに、で、これがね、クイックスタートガイドで、ここにあるのが保証書類ですね。こんな感じです。じゃあちょっと本体見ていきましょう。で、こちらがですね、マイク本体なんですけど、このね、上の部分がタッチパネルになっていて、USB 接続時にですね、使うことができます。で、底面なんですけど、これがですね、USB 接続時に使うマイクロのUSB 端子ですね。で、こちらが XLR 端子、キャノンケーブルで使えますね。で、ここにね、イヤホンのマークがあるんですけど、ヘッドホンとかイヤホンを差し込むと、自分の声だったり、PC の音だったりね、モニタリングができて、聞くことができます。これね、接続してみたんですけど、ここね、マイクの音量がこういう風に表示されていて、タッチパネルになっているんで、この、もう、指で触ると、マイクの音量が変えれるっていうような感じですね。ちなみにここ外すとこんな感じになります。これはまあ、外して使うことはないと思うんですけど、まあね、一応こんな感じになってますっていうことですね。で、これね、単一指向性でダイナミックマイクになってるんで、結構ノイズも入りにくいですね。で、変換ネジついてたんで、スタンドでもブームでもね、どちらでもつけることが可能ですね。こちらのですね、XLR 端子ですね、使うと、まあ、オーディオインターフェースを通すっていう感じになるんで、まあ、そういうのをね、使わずに、もう USB でも直接つなぐことができるし、とね、専用のデスクトップアプリね、使うことで、出力レベルとか、ミュートとかね、そういうのもボタン一つで調整ができるっていう、管理がですね、結構しやすいかなって思います。で、これ結構コンパクトなんですけど、見てわかりますかね？一応マウスと横に並べると、こんな感じで、ざっくりとなんですけど、15.5 センチぐらいなんですよね。重量も測っていきましょう。重量が、まあ、今50ですね。じゃあちょっとね、接続して音声とかも聞いてみたいと思います。はい、次にですね、こちらがデスクトップ専用アプリなんですけど、この画面の見方なんですけど、あ、ちなみにね、今この喋っている声が手話の MV7 で喋ってます。画面の見方なんですけど、一番上がね、手話 MV7 っていうこの製品の名前が書いてまして、で、その下にですね、自動レベルとマニュアルっていう感じで2つ選択できるようになってまして、で、自動レベルの方だともう簡易的にね、簡単に設定ができるようになっていて、まずマイクミュート、これでマイクの、まあ、ミュートボタンですね、切り替えができるっていう感じになっていて、で、このモニターミックスなんですけど、本体のね、後ろにイヤホンの差し込み口があったと思うんですけど、まあ、そのイヤホンから音声聞いた時に、マイクの音を大きくするか、モニターの PC から出てる音を大きくするかっていう調整ができます。で、マイクの位置なんですけど、これがですね、もうニアとファーで2つの選択肢ってなっていて、まあ、ニアがね、近距離モードで、ファーが遠距離モードですね。ちょっと音声、音量変わりましたかね。こちら、あとトーンですね。これがナチュラル。そして、これが暗いですね。で、これが明るいです。この辺は、まあ、
若干変わるかなっていうぐらいかなと思います。でマニュアルなんですけどですね、このマイクミュート切り替えボタンは一緒で、あとマイクゲインがね細かくここで調整ができるようになってますね。でモニターミックスは一緒で、あとね EQ イコライザーの設定がまあプリセットでね4種類ぐらいあって、こちらがフラットですね。でこれがハイパスになってます。で、これがプレゼンスブーストですね。でこれがハイパス&プレゼンスブーストになってますね。でコンプレッサー、これも4種類あって、これがオフの状態ですね。で、これがライト、そしてここがミディアムですね。でこれがヘビーになりますっていう感じで、コンプレッサーも4種類ぐらいあるので、なのでマイクの音量とかね結構管理しやすいですよね。でマイクの音量なんですけど、今これ自動レベルでニアの設定ですね。でナチュラルにしていて、まあこんな感じですね。だいたいマイクと口との距離が15センチから20センチぐらいで、キーボードをですねちょっと叩いてみたいと思います。どうですかね、キーボードとの距離はだいたいまあ3、40センチ、まあ40センチぐらいですね、あります。じゃあせっかくなんでね、 SM58 シュアーさんの SM58 の方も聞き比べてみたいと思います。はい、これがですねシュアーの SM58 とヤマハ AG03 をXLR の端子でねつないで喋ってます。どうですかね、音声音量とか、若干ですね MV7 の方が集音性がいいのかなっていう感じはするかなっていう感じですね。で、あとねキーボードをちょっと叩いてみたいと思います。今ちなみに口とマイクとの距離はだいたい10センチぐらいで、キーボードの距離なんですけど、まあこれは3、40センチぐらい離れてます。じゃあキーボードを叩いてみたいと思います。はい、どうでしょうか。使ってみた感想なんですけど、やっぱりねまずUSB 接続もできるし、XLR 端子でオーディオインターフェース通すこともできるっていうことで、これとですね、ノートパソコンとかあれば本当にもう音声収録とかもう動画とかもすぐできますし、 Mac とね、Windows 両方対応してるっていうことで利便性がかなり高いかなというところと、あとはね見てもらったように結構コンパクトで、軽量なので使いやすいかなと思います。でそうですね、音質的には結構ねこれはクリアな印象がありました。で、ノイズもねダイナミックマイクなんで結構少なくて、でアプリでね管理もできるっていうのもいいかなっていう感じですね。でミュートとかもこのタッチパネルで本体でもできますし、あとはアプリの方でもできるっていうところで、前回ね紹介させていただいた SM7B が少し低音が強調されてるっていうようなサウンドだったんですけど、これはねミッドレンジの周波数が強いんで、そういう実況とかに向いているマイクになってますね。で価格もね SM7B とかよりも安くて、だいたい今現時点で Amazon 価格、3万2000円ぐらいですね。シュアーのね58ダイナミックマイクも音声的にはすごく綺麗なんですけど、こちらだと XLR 端子しか対応してないんで、 USB でね接続したいなっていう時にはいいかもしれないですね。ということでまたねどんどん動画アップしていきたいと思うんで、ぜひねチャンネル登録の方と、あと通知ねオンの方よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。では